かつていじめ加害者だったとされる三越馬博殺害。そこには強烈にして明確な殺意が感じられた。そのきっかけとなった4年前の事実を探る矢上に、どこからともなく組織的な暴力が立ち塞がる。彼らはなぜ矢上の行く手を阻むのか。横浜異人町に立ち込めた闇が徐々にその暗さを増していく。本当にごもっともで。はい、清涼高校でございます。あ、はい、ニュースの件、確かに三越馬君はこちらで教育実習をしていたんですが。すみません、保護者の皆様にはとんだお騒がせをしております。はい、伊勢崎異人町で男性の他殺体が見つかった事件で、神奈川県警は遺体の身元を同市の大学生三越馬博さんと発表しました。遺体は死後2ヶ月ほど経過しており、死因は刃物による失血死。で、今日はどう動くんだ。俺はもう少し酒抜けねえと頭が回んねえぞ。朝まで飲ませんだもんな。困るよ、うちは海藤さんの切れる頭が頼りなんだからさ。もっと言ってくれ。俺はまた清涼高校に行ってくるよ。まずは沢先生の様子が気になる。いろいろ抱えてるみてえだな、あんな綺麗な先生が。沢先生ははじめ江原敏郎の自殺について、三越芝のいじめはなかったと俺に言ってたんだけど、4年前はそのことを三越芝本人に詰め寄ってたらしい。多分いじめは実際にあったんじゃないかな。そこへ来てサングラスの女から三越芝の件に関わるなと脅されたわけだ。ああ、その女は三越芝を殺した一味だろうね。三越芝の写真を持ってたんだから。まさに殺される直前のさ。じゃあ犯人たちは過去のいじめを隠したいってこと？でもそれってよく分かんなくない？何が？だって三越芝がもしいじめの加害者だったんなら、なんでそのことを隠したいの？逆にもっと広めてって感じじゃない？三越芝殺しを正当化できるんだからさ。一理ありますな。それもそうだがよ、そもそも沢先生はなんで自分の意見を真逆に変えちまったんだ？普通に考えれば上から圧力があったというところでしょうな。例えば清涼高校の奥田理事長から。どうだろう、あの理事長にそんな力あるかな。結構沢先生にもずけずけ物言われてたし、やっぱりその辺は沢先生本人から聞き出すしかない。でも八神さん、もう近づかないでって言われたんでしょ？そんな聞き分けよくちゃ探偵なんてできないよ。そっか、何か僕に手伝えることある？あるぜ。お前は俺の解放しなきゃだろ。そうなの？どのみち今あの学校に出入りできんのは俺だけだから。杉浦は海藤さん頼むよ。ゆうべ便利屋のやつと飲み屋。
まったく。あの、え？おい。え。天沢。ああ、実は。わかった。わかった。ありがとうございます。ん？ええ、なんだって。マジかよ。八神さん。するに、なあ、いえ、なるほど。
わかった。お願いします。八神さん。さん、 ん？よう、甲田さんか。どうしたの？職員室に用事？そろそろ八神さんが来る頃かと思って。え？ニュース見ました。あの三越柴先生のやつです。殺されてたって。八神さんはそのこと前から知ってたんですか？まあね。やっぱりな、だと思ったよ。それで八神さん、三越柴先生のこと聞き回ってたんすね。だったらそう言ってくれりゃよかったのに。言えなかったんだよ。お前らの悲しむ顔を見たくなかったから。マジな話、誰に殺されたんすか？三越柴先生には世話になったし、やっぱ気になるんですけど。まだほとんど何も分かってない。そっちこそ何か思い当たることないか？多分三越柴が殺されたのはこの学校に来なくなった直後だ。え、そうだったんですか？ニュースで言ってたよ。死体は死後2ヶ月くらいだって。ってことは学校へ来なくなった頃に殺された可能性が高いだろ。何マッツン、なんかミスケンのやつらみたいじゃん。八神さん、沢からは何か話聞けたんすか？いや、昨日はちょっと邪魔が入ったもんでさ、沢先生とはほとんど話せなかった。あの、俺本当に三越柴先生が殺されたこと悔しいんです。だから何か分かったら教えてもらえません？それは約束できないけど、お前がまともなこと言ってるの初めて見たよ。松井です。ああ。私にもよかったら教えてほしいです。三越柴先生には嫌な思いもしたけど、殺されるなんて、なんか自分でもどう感じているのか整理できないんです。わかった。それじゃあ失礼します。八神です。あの、はい。
はあ。あの、あの、なんだと？
いえ。 いえ。 これは。
はい。おい。おい。あ？
からでも。マジかよ。天沢、いえ、そういえば、実は Ah. Hi.